bus. ただいま1対1の同点です。次の対決を続けます。あ、クッキングコンテストだ。あ、ミュウミュウもいる。ちょうどよかった。ミュウミュウが勝ったらいいな。審判、オーブンが故障しました。見てください。ケーキが丸焦げです。故障だって？オーブンはこれしかないのに、他の方法を探さないと、ジャンジャンの勝ちだ。ミュウミュウ、僕が手伝うよ。オーブン。不思議なオーブンだよ。どんな料理でもこれで3秒チンすれば美味しい料理に早変わりするんだ。でも使い方がわからないわ。僕が教えてあげる。はい。じゃじゃーん、美味しい雲の綿飴だよ。うわっ、えいうわー、本当に美味しい綿飴だね。にゃんにゃん。それからこの丸焦げのケーキを3秒だけチンすると、3、2、1、じゃじゃーん。うわ、本当に不思議なオーブンだね。ただいまの結果は2対1でミュウミュウが勝ってるね。やった。次の料理は炒め物です。ジャンジャン選手は煙のせいで苦しそうです。ミュウミュウ選手はどんな様子でしょうか。息ができないよ。僕に任せて。フライパン。不思議なフライパンだよ。えい。はい。自動的に炒めて。煙も出ない。だから料理を台無しにすることもないし、材料を少しだけ入れてもものすごくたくさんの料理ができるんだ。わあ、とっても美味しそうだね。本当に不思議なフライパンだ。ミュウミュウの勝ちだ。不思議な鍋もあるよ。なべ。おお、今度は何だい？不思議な鍋です。3秒でスープができて自動的に配達まで。うわあ、本当に美味しそうだ。大きな器でくれ。お、社長さんも美味しいスープをどうぞ。そんなに美味しいならもっと大きな器でくれ。うわわあ、素晴らしい素晴らしい、本当に美味しい。ミュウミュウの勝ち。ただいま4対1でミュウミュウが勝ってます。ケーキもあるし、炒め物もあるし、スープもあるから、今度は新鮮なジュースを作りましょう。ジュース絞り器。違う違う、出口が下で入り口が上でなくちゃ。あ、もう一度組み立てなきゃ。時間がないわ。よし、
じゃあフルーツサラダにしよう。本当は果物をジュースにするんだけど、逆さまになってるからジュースを入れて果物の形にしよう。そんなことできるの？もちろんさ。社長さん、ミックスフルーツジュースをください。いい？ビーン。わあ。チャ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 ン。はは。ああ。うう。うん。ふう。はは。ゆう。わあ。にょにょにょ。うん。わあ。ああ。うわあ。うわ。ただいまの点数5対1。はい。本当に驚きだ。結果を発表します。今日の優勝者は。そんなのおかしいよ。作ったのはミュウミュウじゃなくてキキだ。それにキキは参加者じゃないから優勝したことにならないよ。ジャンジャンが正しい。キキは参加者じゃないから優勝者にはなれない。ミュウミュウごめん、手伝おうと思ったのにかえって迷惑かけちゃって。大丈夫、優勝はできなかったけど不思議な調理道具のおかげで楽しかったわ。私に売ってくれない？本当？僕の初めてのお客さんだよ。うちの食堂にも1セットくれ。私も1セット。うわぁ。うん、俺が先だよ。キキの調理道具は全部俺が買うよ。わぁ、売れた、全部売れたぞ。やったイエイ。みんな一緒に踊ろうよ。さあ踊ろう、10個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん9個。さあ踊ろう、9個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん8個。さあ踊ろう、8個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん7個。さあ踊ろう、7個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん6個。さあ踊ろう、6個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん5個。さあ踊ろう、5個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん4個。さあ踊ろう、4個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートにぽちゃん3個。さあ踊ろう、3個のドーナツちゃん。あれ、みんなの顔どうしたの？これを見て、美味しそうなハンバーガーだよ。うわー、いい匂い。1、2、3、4、5。ハンバーガー5個出来上がり。このハンバーガー高くちゃん、1個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててシャンプーはダメ。
さんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。3個のハンバーガー高くジャンプ。1個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。このハンバーガー高くジャンプ。1個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。1個のハンバーガー高くジャンプ。最後の1個が転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。もっとジャンプしよう。僕はドーナツ屋のキキだよ。見て見て、僕が作ったドーナツだよ。美味しそうでしょ。はあ、ん？もうこんな時間だ。早く家に帰らなくちゃ。へっ、家に帰ろう。
わあ、今日はキキとミュウミュウが美味しいハンバーガーを作ってみましたね。はい。みんな、キキとミュウミュウにメダルをあげましょう。やった。食べ物を無駄にしないよ。わあ、美味しい食べ物がいっぱい。え、これも、これも、これも食べなきゃ。え、これは僕の、これも僕の。うん、はい。あなたたち、そんなにたくさん持って食べきれるの？もちろんさ。全部食べた。僕も全部食べた。まだ残ってるじゃない。綺麗に食べなきゃダメよ。私の言うこと聞こえてるの？もういつも聞かないんだから。食べ物を粗末にしない。大丈夫だよ。はい。ミュウミュウ、トトに助けてもらいましょう。それしかなさそうね。ベリーバース、トゥ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 、アブラカタブラ、キャー。やー、トトゥ見て、キキとテンテンがご飯を残したの。あ、どうして綺麗に食べないんだい？ちょっと残しただけさ、大丈夫だよ。そうさ、ほんの少し残しただけさ。こんな風に食べ物を残しちゃいけないよ。お米がどこから来るか知ってる？ミミ先生が作った。マートで買ってきたのよ。わかった、木からもぎ取ったんだね。うん、みんな違うよ。それじゃどこから来たの？僕と一緒に行こう。おーい、イエーイ。うん、ほい。ふう、これは空飛ぶお皿さ。わあ、あ、キキは？いや、僕はここ。わあ、僕も乗る。マジで面白い。ミュウミュウ、ボボ、君たちも早くおいで。気をつけて。じゃあ出発するよ。ここだよ。うわあ、暑い。とて本当にここなの？そう、ここは暑すぎるわ。それにお米も見えないし。お米はそう簡単に見ることはできない。お米を育てるのはとても複雑なんだ。まず種をまいて苗を育てる。田んぼを耕して平らにしなきゃならない。そうしてから田んぼに稲の苗を植えて、苗と苗の間隔を一定にする。稲が大きくなってきたら雑草や害虫を取り除いて肥料をやる。そうして稲が熟すまで待つんだよ。よくわかんない。わからなくてもいいさ。実際に稲を植えてみよう。うん、キキとフクは土を起こして、テンテンは平らにならして、それからミュウミュウとモモは田植えをして。はっ。やっと終わった。終わっただって？まだまだこれからだよ。へえ。100日過ぎないとお米が熟さないんだよ。100日の間、稲の苗は成長期に入って稲が育ち始める。幼い葉の元が分化する前にね。
それから穂が出始めて、穂がある程度大きくなったら、花模様の稲が葉の中から出てくる。最後に熟成期に入ったら、稲が黄金色に変わるんだ。そして稲が完全に熟成しきったら、収穫、乾燥、選別、そして脱穀などの過程を経て、やっと僕たちの食卓に上がる白いご飯になるわけなんだ。穀物を無駄にしちゃいけないね。今日の体験はここまで。じゃあ家に帰ろう。ご飯がこんなに貴重だったなんて、一粒残さず食べなきゃ。そうだよ、全部きれいに食べるぞ。あうあうあう。一粒も残しちゃダメ。